はい、皆さんこんにちは、太田ゆいです。さあ、前回の動画でね、寝台列車に乗って小豆島に行くよっていう動画をねアップしたと思うんですけれども、今回はその2つ目です。この小豆島に来たらここに行きたいって思っていた場所がありまして、なんならこのために小豆島まで来たと言っても過言ではない場所がありまして、その名も小豆島オリーブ公園でございます。この小豆島のオリーブ公園っていうところは実写版魔女の宅急便の撮影ロケ地になっておりまして、そういう撮影のセットがですね今もなんかお店として残っているらしいんですね。で、他にも魔女の宅急便みたいな写真が撮れたりとかすごく可愛らしい場所になっているそうなので、ちょっとこれからねそのオリーブ園の方に行ってみたいと思います。ちょっと危機になりきって今日は楽しんでいきたいと思います。では行ってきます。持ってきたのはいいんだけどさ、今日めちゃくちゃ寒いのよ。なんか数十年に一度の寒波の日なんですよ今日。いける？なんか私さ、屋久島行った時もめっちゃ寒い日だったしさ、なんか今年あれ厄年ちょっと一人だからさ、どんだけうまく写真撮れるかわかんないけど、一応三脚持ってきたのでまあいけるでしょう。一番の危機になってやるぜ。めっちゃ寒いし、よし行こう。うわすごい、これ全部オリーブの木だ。もう、うわ全部だ。あすごい、見て見て見て、うわなんかかわいい、すごい急に確かに魔女宅っぽい。うおー、そして魔女の宅急便ロケセットあった。すごいね、こんな大々的に魔女の宅急便って入ってるの珍しい。あ、見て、魔法のほうき、オリーブ記念館にて貸し出し中。ここね、キキのねほうきが借りれるらしくて、ちょっとそれを借りたいと思います。これはジブリ好きに嬉しすぎるサービス。ちょっと借りに行きましょう。借りれました、ほうきすごい、こんなん持ってたらこんなんテンション上がるやん。風車のところでね写真を撮るのがおすすめということなので行ってみます。なんか風車だけじゃなくて結構いろんなところに不思議なものがいっぱい立ってますよ。うわかわいい、見て魔法みたい。見て、おもむろにドアだけが立ってるんだけど、何これ面白い。今日じゃない。あ、あった。ギリシャ風車。でもさ、今日寒いから全然人がおらんわ。これでさ、めっちゃ人がいたらなんか一人で写真撮影会するのめっちゃ気まずいけどさ、誰もいないからよかったかも。わあすごい、でかー。じゃーん。あーすごー、本当の風車じゃん。風車ってこんな感じなの？すごい、かわいい。あ、この感じやね、みんな撮ってたの。この辺にカメラ構えて飛べばいいのか。
ちょっとじゃあ風車と映え写真でも撮って終わりますか。めっちゃ可愛かった中、実写版の方なので、普通の魔女の宅急便とはねまたちょっと雰囲気違いますけど、すごかった。ハーブとか言ってたけどめっちゃ雪降ってきた。みぞれすごい、あられだあられ、めっちゃ降ってきた。帰る、マイク死んじゃう。はい、というわけで車に戻ってきました。こんな雪降る、でもね、魔女宅風の写真も撮れたし大満足です。可愛かった、オリーブ公園素敵でした。でね、そのハーブショップコリコさんがもう可愛すぎて、じゃん、買ってきました。もう20種類ぐらいいろんなお花があったんですけど、私が選んだのは可愛い、見て、かすみ草のイヤリング、かわいい。ショートヘアのいいところはイヤリングが目立つところですね。あ、めっちゃかわいい。おー、いいやんいいやんいいやん。なんかかすみ草やけどオリーブ色やからさ、ちょうどいいかも。まあ、こういうね、なんかアクセサリーとか、あと、まあ、魔女を想起させる、なんかそういう黒猫グッズとかもあったんですけど、結構おしゃれやったんで、なんかお土産とか自分にご褒美買うにもめっちゃいいと思います。コリコさんでした。はい、というわけで、こんな感じで私が行きたかった香川県小豆島の観光スポット、オリーブ公園は以上になります。というわけで、またちょっとジブリスポット行った時はみんなご紹介したいと思います。それではまたねー。